よ、召喚、こうつわ、でん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 。というか、まあ、なんか前回からね、もう普通になんかもう実況プレイになっちゃってるっていうね、声もね、いただきます。いやー、やめて！あ、この中でどんなエロいことが行われているのか、俺も参戦したいなぁ。私も中に入っていきたいと思います。どんな太いものを入れようとしてるんですか？そんな自分たちだけの、あら、まあ、青びれになってらっしゃる。私のおっぱいに勝てるのは私だけよって、ああダメ、こっちに来ないでって、後ろキャー。お楽しみのところ大変申し訳ないですかね、上主、私の肉棒が先でございますということで、まあアーマーをね、前世くらいからね、着てたんですけれども、はい、まあ残念ながらですね、やっぱり清掃はね、取れてね、もっとね、楽な格好で、もっと興奮させてよっていう、ね、男性の方々のね、お声がたくさん多かったということでございますんで、まあこれをちょっとね、飲んでいただきましょうと。これいわゆる媚薬でございます。これを飲んでね、例の購入やっていくとですね、もう非常に興奮してきてしまうということですね。はい、まあ興奮してダラダラになってね、白濁液がね、うわーってなってくる。うわー、めっちゃ興奮してきたわー。興奮しすぎて血管作用が、うおー、あ、落ちる落ちる、俺たち激しすぎるよ、助けてください。別れて。そんな俺も一緒にやりたかったのに、やめてー、プルプル青みでー。じゃあこちらってフォームレススタンプムニュン、ブエー、もう骨になるまでここで処刑を行われていなかったっていうことなんだろうな、ということは気がするんですけどね。まあそんなことはね、言っておきながらですね。はい。ということで、まあ中崎に押さえつけてね、お楽しみをね、しようとしたね、ありとあらゆるですね、性の喜びを知り尽くしたベルギーゴさんと私は今から、キャッキャウフフ、男同士でね、もう、熱い熱い友情で戯れたいな、というふうに思うんですけれども、はい。で、私ですね、ここ特にね、紹介することもないし、それからちょっと面倒くさい時が出てくるだけっていうことでございますんで、まあ、いろいろなね、ぶちかましながらですね、行っていきたいなというふうに思います。やっぱりエージェントとしてですね、まあ、いろいろというのは対戦していくにあたって、はい、いきなり道に迷うということでございます。はい。で、まあ、そんなこともありつつですね、はい、こっちの方で、ね、積極的に進んでいこうかなというふうに思うんですけれども、まあまあ、今ですね、私ですね、ちょっとね、いつもと違う腹筋をやってですね、腹筋が恐ろしく痛いんですね。だから、今ね、咳をね、ゲホゲホってやったんですけれども、はい、めちゃくちゃ失敗したら、そういうの、こうやって刺しちゃうよっていうね、こっちみんなしいっていうことなんですけど、こいつは最近新しいあれですね、ってことは、やっぱりなんか紐みたいなやつにくる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 って刺さってたやつとはまた別でですね、刺さってたやつがいるのかなというところでございますが、はい、こっちの方でなんか、ちゃちゃちゃと進んでいくやつがいるんですけど、あいてて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 て。なんかいたのかな、なんかいたような気もするんですけど、私がね、ワシャンってなってる間に、ね、どっか行っちゃったよーということでございますんで、はい、こっちの方にしゃがんで進んでいきましょう。でも、ここにいる奴らですね、目に見えなくてね、非常にいろいろとちょっとめんどくさいなっていうところがありますんで、もう遠慮なくね、ぶちかましてね、私はさっさとですね、羊さんとですね、やっぱりね、王様と羊の奴隷プレイがやりたいということでね、はい、こっちの方が積極的にこっちの方からね、抱きに行ってやろうかなというところでございます。はい。あれ、なんか痛いような気がしたんですけど、なんか気のせいですね。もう、にゅ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 って言ってるんですけど、にゅにゅにゅなんか、ばっちゃーんって言ってる。ばあちゃんがばっちゃーんって言ってるよって。くだらないです。で、こっちの方で、わっしょーい。わっしょーい。わっしょーい。ん？バッシュー。ところでぶら下がってるやつなんかもね、あれですね、かつてね、デッドアライブってなってたやつなんでございますね。はい。デッドアライブということで、はい、こっちの方で、ぴょーんと飛ぶとですね、なんかまあ、なんかこっちの方でいろいろと出てくるんじゃないかななんて思ったりするんですけど、出てきてるよね。ドーン。あ、なんか吹っ飛んでったね。吹っ飛んでったやつをドーンということでございます。はい。で、もう一発、ドーン。あれ？あ、もうすでにあっちの方で倒れてるやつがある。あ、なんかお魚ちゃん拾った。お魚さんだよ、ルンルルンということで、なんか、骨どっくろ、なんで溶けてるのか。溶けてなくなってたね。はい。ということでございました。以上でございます。お疲れ様でございました。はい。で、こっちの方でね、空番にある王冠を取るとですね、なんかまあいろいろと積極的なですね、お金稼ぎができるようなパートとかっていうのも手に入ってるんで、オープンズサベー開け上がれーにゃろー侵入してやるぞ、ベーベーふぃーで、こっちがね、近所ですね。はい。で、ここからですね、かつてね、羊がですね、なんかいろいろとね、でーんって言ってるとかしてるということでございます。なんか誰かの、なんかバイオのなんか解説動画みたいなのも言ってたんですけど、最初にさ、なんか出てくるさ、神隠しに会っちゃったよーっていう女の子二人組のね、シーンから始まってるんですけど、なんかよく考えたら儀式を始める前のなんか、公爵をいろいろベラベラ立てまく、なんだっけ、あがめ立てまつってるじゃなくて、なんだっけ、幕仕立てているっていう、そんな、あれだったらしいですね。はい。なんか、
をなんとかかんとかお捧げします、うんぬんかんぬんって、キャーって言って、で、お首をちょっぱした後ですね、もう感じることができないけれども、あなたという穴にですね、じゅぐじゅぐじゅぐやってるって、まあ、あなたという穴にじゅぐ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 っていう話がもうなんかもう前々回くらいからずっと出てきてくるのでね、お前のエロネタはそれしかないのかよ、ということでございますが、私もですね、別に経験が豊富っていうわけではないんでね、残念ながらですね、あおー、拾うことができない、ということで、はい、まずはじゃあ、これですね、これをチャコーンとで、こっちもチャコーンとやっていきましょうと、はい、これで、大きくお金かかる、なんだキーコ、キーコ、エクスパンショントレジャーが上の方に、キロロあれキロロあれどっかにあれんどっかにあ、当たった、これですね、はい。違う、当たってねえし、当たってねえし、下手くそか、下手くそつざまーということで、アスピネルちゃんでありがとうございます。ということで、こっちにね、ウェルカム、いやー、ねえ、もう、珍しいものがあるんですか。じゃあ、珍しいものこっちも打てってやるよ。はい、世にも珍しい、ボロトゥーマインと、ソサエルと、ガンパウダーとね、はい、それから、ブラックバスもこんなにいらねえよっていうことなんですよね。はい。で、救急スプレーは後でもう戻しちゃえばいいから、これも1個打っちゃいましょうということで、チェキン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 、あー、これはちょっと面白そうだから持ってっとこうか。で、ショートナイフもいらないということで、はい、これでどうだろう、60万だろう、いい感じだろう、いい他にはない、他にはない一品をですね、いっぱい一品、プン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 。で、こっちでカチャンとやっといてですね、あ、これ溜まってますね。で、これはなんかまだどっか使うところがあるでやんすなんですかね。はい、で、とりあえず、じゃあまあ、ちょっと積極的組み合わせということで、カチャン、はい、積極的組み合わせをカチャンカチャンしていきましょう。はい。で、これですね、はい、カチャンとして、最後ラストこっちカチャンとすると、てれれれ !10 万ドルこれもできてる、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 できてないということなので、これはですね、同じ色をハメハメしていきましょう。同じ色をハメハメしていこうと思ったらですね、赤同士しかできないというね、まぁ、ちょっとしたなんかよくわからない縛りプレイなんかもあったりするんですけどね、まぁ、そういう積極的な縛りプレイなんかっていうのは、やっぱり男性諸君を興奮させるっていうですね、はい。やっぱり男女はですね、どっちもね、縛られたい存在でございますからね、縛られれば縛られるほどですね、キャッキャウフフした時のね、興奮度が増していくと、何の話をしとるんだね。ということで、はい、こっち、カチャン。オッケー。で、こちらですね。どうしようか。こう、あ、じゃ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 。で、こっちの方がいいかな。こっちしといて、違う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 。で、こっちしといて、で、最後。なんかすごいややこしいことになってますね。はい、これでボーナスカラーゲット。はい、ということで、ダイーンと言いましょう。では、こっちの方進んでいってですね。はい。ということで、今からですね、はい、先ほど申し上げたですね、なんか、よくわかんないけど、おー、坊主、俺とダンスしようやーというね、積極的執事さんがね、こちらの方に向かってくるということでございますんで、まあ、積極的執事さんとですね、キャッキャウフフとですね、オラオラ踊れやーということで、たくさんのダンスをね、していこうかなというふうに、もう探求の人です。探求の人というね、解体新書です。解体新書といえばやっぱ杉田玄白氏でございますね。杉田玄白氏ですね、当時のね、オランダの要衝をね、手に入れるのにね、300万円をね、藩に出してくれ、なんていうことをね、お話をしてたらしいですからね。で、その300万のね、解体新書をですね、入れたはいい、解体新書の要衝、いやー、なんか来た優勝手に入れたいんですけどね、そこで初めてね、死亡解剖をね、するね、死刑囚を手に入れたということですね。この死刑囚をね、見ながらですね、本に書いてあることと人間の体の作りが書いてあることが一緒、人間の作りは全く一緒だったぜよーってなってるんですけれども、残念ながらですね、読むことができないっていうですね、大問題に気づいたということでございますんで、なんかガン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 見てるんだよね、後ろでね。さあ、どっかでなんかぐるるるぐるるって言ってるんだけども、今回ね、頑張ってね、言葉を使わないでね、こっちでなんか、戦ってあげましょうと信じようということでございます。はい。ということで、積極的にね、こっちからね、そういうね、もう、正々堂々とした戦い方を挑もうということでございますんで、はい。こいつも、そんな隠れてないでさ、おいでよ、ねえ、そんなさ、やってないでさ、マジかよ、ということでございますか。はい、マジかよ、ということで、マジなんでございますよね。ということで、積極的にしゃがんでいきましょう。ふっと、はい。なんかもう夜と大変なことが起こりそうな予感がするということでございますが、はい、まあまあ、そんなこともね、気にしてはならないんでね、こっちでね、オープンセサミー。で、こっち出てこようとするところがあるので、これで出てきた瞬間に、はい、ちょっと、はい。でーん。手下でございます。手下じゃありません。はい、元しもべでございます。あー、いた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 。化け物、化け物どこ行った、化け物どこ行った、化け物どこ行った。おだたたたたた、さあ、これで一体どこまでしばくことができるのか。あだたた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 。パキーン、さあ、これでカキ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 、物足りそうですね。物足り、あ。穴に入っていきましたね。穴に隠れていきましたね。隠れ物のつもりかということなんですけれども、はい、隠れ物だったら私ね、得意ですよ、炙り出すのですね。積極的に炙り出していきます。
あ、びっくりした。なんか後ろからダタダタダタ走ってくるのかなと思ったんですけど、まあ、ここを開ける前に大体ね、もう目の前で始末していくっていうことが、もう、バイオのね、2で、もう、いろいろと、もう、流行り病になって、流行り病って言い方よ。はい。ということで、ビーンと登ってくることがありますんで、まあ、登ってきてる最初にですね、どっから来るってことなんですけど、どっから来てもね、いいようにですね、ぐるるるぐるるるって言ってる。あ、来た。あれ、来た。ああ、なんだ。来てますね。来てるんだけど、来てるようで来てないようで来てないようで来てるということでございますね。で、あれ、こっちの方に来た。来た。あれ、どこ。おーおー、なんだ、来てるね。来てるけど、尻尾しか出てこないけど、どうやらなんか恥ずかしがり屋さんのようですんで、恥ずかしがり屋さんのあなたには、どっから来る。あ、来た来た来た。恥ずかしがり屋さんのあなたには、そんなあなたにはたくさんのお玉をプレゼントしてあげましょう。お玉、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 わー、ぴょーんと、ぴょーんとプレゼント。さあ、お前攻撃してくるのが早いが、それとも俺の攻撃の方が早いか。あ、なんか、積極的にでんぐり返りをしてですね。これ一回あれかな、出てっちゃったらもう引っ込まないのかね。ここまでの玉をドド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 ってやってろ。あ、ようやく黙ったな。ペラン。飼い主のお似合いのペットだ。まあ残念ながらの彼がね、ペラ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 喋ることっていうのはもうそもそも全くやってないっていう状態になりますんで、静かかどうかっていうと、どちらかというとですね、こっちがマシンガントークしているので、まあ、とてつもなく実況者とですね、それから実況者が操作して放っているシカゴスイーパーの方があらかにうるさかったっていうことでございますが、はい、まあ、そんなことも気にせずに、ね、こちらやっていきましょうかってことで、オープンサービーガララ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 ーン、イエローダイヤモンドということですね。もうそのタタ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 タンって自分なんかセルフでやってるのもなんかものすごくね、恥ずかしいというか、なんかもうずれてるというか、もうなんかもう積極的にね、どん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 やっていきましょうということでございます。はい。で、なんか何かしらね、反撃されるのかななんかも思ったりもしたんですけれども、残念ながら反撃されることもなくですね、無事にね、次にね、進むことができましたということで、はい、本当にありがとうございますということで、蹴っていきましょう。ペカパ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 カ、あれ、ここになんか、あれ半玉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 、あった。半玉拾って、こっち。で、こちらも積極的に進んでいきましょう。あんな端っこに追いやられてね、なんかかわいそうな気がするんでね、まあ、とりあえずじゃあ一発お願いしてください。俺でもう起き上がってくることもないだろう。さあ、ということでじっくり観察していきましょう。どんなお口してるのかな？プル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 。はい。で、なんかね、あれですね、ブラックキャットに出てくるやつっていう話をしたことがあるかもしれませんが、はい。まあ、ブラックキャットのやつよりも多分こいつの方が強いと思われます。はい。で、なぜなら、なんかラスボスよりも体力があるらしいですね。なんかラスボスが体力が8万くらいで、こいつがなんか200万だっけ？そんなななんか話を聞いたことがあるようなないような、なきにしもあらずのようなということで進んでいきましょう。やっと会いたかったよー、ルイス・セラ・ナバーロー、アミーゴス。ああ、やばい、ということで。ああ、ダダダダダダさせましーん。何かが起こっている。しかし、長袖だから何が起こっているかわからない。うわあ、お耳がキーンってする。誰かが喋ってる。何してるの、やめてーのー。哀れな子羊。あ、すいません、どうも、哀れでございます。はい。哀れなんだけど、まあ、それでも元気に立派にね、生きているということでね、そんなことが褒められるんじゃなかろうかというところですね。はい。ありがとうございます。すいません。で、まあ、皆さんですね、こんなね、夜中の1時とか2時とかね、一人でベラ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 喋っている方がいるんですけれども、皆さんですね、幸せになる方法っていうのはね、なかなかね、たくさん見つけるっていうのは難しいんですけれども、不幸を減らす方法っていうのはあるんですね。不幸を減らすときに、何をしたらいいかっていうとね、とにかく寝るということなんですね。で、寝ているときに幸せだわーって感じることってないと思うんですけど、寝ているとですね、しんどいことがね、緩和していくっていう傾向がね、非常に高いらしいんですね。だから最近疲れたわとかしんどいわっていうかね、なんか不幸せに感じてるとかね、もう俺の人生もう終わってるわって思われる方に関してはもう寝る。とにかく寝るということで、私はですね、もう夜中2時を、迎えようとしているこの時間のためにですね、はい、時間をですね、有意義に過ごすためにですね、私は今から5時間睡眠にね、入っていこうと思いますんで、ぜひね、皆さんもゆっくりお休みいただけたらなというふうに思います。ということで、今回もね、ガイドじゃなくなってきているんですけれども、ツアーガイドですね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートもお楽しみください。チャンネル登録ボタンもよろしく。ではまた、バイバイ。